RS ウイルスは一般的な風邪のウイルスの一つです。1歳までに過半数、2歳までにほぼ全員が感染するウイルスであり、また特に高齢の体調が悪いおじいちゃんおばあちゃんが罹患すると、それによって亡くなるということもあると言われていますので、特に呼吸が苦しい、雨にも咳込みが激しいなどといった場合には、早めにかかりつけの先生に相談されることをお勧めします。皆さんこんにちは。京都大学医学部附属病院小児科准教授の安見隆弘と申します。私の専門は免疫不全症やリウマチ膠原病など子どもさんの免疫に関わる病気ですが、本日は RS ウイルス感染症に対して説明させていただきます。まず RS ウイルスは一般的な風邪のウイルスの一つです。1歳までに過半数、2歳までにほぼ全員が感染するウイルスであり、生涯にわたって感染を繰り返す可能性があります。まず RS ウイルスに感染するとだいたい2日から8日間、多くは5日前後の潜伏期の後、鼻水や咳といった軽い風邪の症状が出てきます。発熱することもありますが、高熱になることは多くありません。咳や鼻水は長引く傾向がありますが、多くの場合は普通の風邪で済みます。しかし一部の症例では気管支炎や肺炎を引き起こし、そうなると呼吸そのものが苦しくなる喘息のような症状が出て入院が必要になる場合があります。このほか稀ではありますが、無呼吸発作といって赤ちゃん自身が呼吸を止めてしまう状態になったり、脳炎を合併することもあります。 RS ウイルスによるもう一つの問題に、風邪が治った後の後遺症があります。 RS ウイルスに罹患するとその後喘息を合併するリスクが高くなることが分かっています。特に最初の感染で肺炎や気管支炎を発症した患者ではその傾向が強いことが知られています。 RS ウイルスの感染は咳やくしゃみなどのしぶきに含まれるウイルスを吸い込むことによって起こります。専門的な言葉では飛沫感染と呼ばれるものです。この飛沫が付着したものを触り口や鼻に運ぶことによって間接的な感染も起こり得ます。ドアノブや手すり、椅子やおもちゃなど、赤ちゃんは何でも口に含む機会が多いですので、そのようなものを触って口に含んで感染する場合もございます。 RS ウイルスに直接効果のある薬は存在しません。ですので引き起こされた症状に対する対症療法を行うこととなります。痰を出しやすくするお薬を使ったり、乾燥を防ぐため加湿を促したり、脱水を防ぐために水分を多く取らせたりすることになります。喘息のような症状が強くなって入院した場合には、喘息、呼吸の苦しさを取るような治療を行いますが、残念ながら非常に効果がある、効果の証明された治療というのはまだ存在していません。 RS ウイルスの予防はいわゆる風邪の予防ということになります。手をよく洗い、うがいをし、ウイルスが付着している可能性のあるものを清潔にするということが中心になります。早産や体重が小さく生まれた赤ちゃん、肺や心臓に問題のある赤ちゃんなど、 RS ウイルスに感染すると肺炎や気管支炎を起こしやすくなるリスクが高い赤ちゃんに対しては、RS ウイルスに対する抗体を注射することができます。ご自分のお子さんがその治療の適用になるかどうかは、かかりつけの先生に質問していただければと思います。また、最近は RS ウイルスに対するワクチンの開発が進んでいます。近い将来、RS ウイルスに対するワクチンが使えるようになる日がやってくるかもしれません。お
子さんが RS ウイルスにかかってしまった場合、お家では脱水を防ぐために水分を多めに与えたり、呼吸が楽になるように痰や鼻水を吸ってあげるなどといったことをしてあげてください。また RS ウイルスはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんにも感染が広がり、時には重症化することも知られていますので、感染が広がらないようにうがいや手洗いなどを行ってください。またお子さんが回復した後、保育園や幼稚園に行かれることもあるかと思いますが、数日間は感染を広げる可能性がありますので、その点にも注意して登園することをお勧めいたします。 RS ウイルス感染の診断ですが、いわゆる抗原検査というものが行われます。鼻から綿棒を、喉まで差し込んで液を取り出し、その中にウイルスが含まれているかを検査することが可能です。検査時間は10分程度で出ますので、それによって感染を証明することができます。 RS ウイルスは、先ほどお話ししたように一般的な風邪のウイルスです。風邪には他にインフルエンザや最近流行しているコロナウイルスも含まれます。熱や咳、鼻水が出るという点では一緒なんですけれども、コロナウイルスは小さなお子さんで強い症状を呈することは稀とされています。インフルエンザは咳、鼻水も出ますけれども、どちらかというと高熱が出ることが特徴的です。一方 RS ウイルスの場合には高熱が出ることはあまり多くなく、呼吸、咳、込みが特にひどいということが特徴として挙げられると思います。ここまでは主に赤ちゃんやお子さんについてお話ししてきましたが、RS ウイルスは大人にも感染するウイルスです。多くは非常に軽い風邪で終わるんですけれども、中には結構咳込みが大変だったというお母さんのお話を聞くこともあります。また特に高齢の体調が悪いおじいちゃんおばあちゃんが罹患すると、それによって亡くなるということもあると言われていますので、特にご家庭に高齢の方がおられる場合には注意されることをお勧めします。今日は RS ウイルスについて説明させていただきました。普通の風邪ですので、必要以上に怖がる必要はありませんけれども、特に呼吸が苦しい、あまりにも咳込みが激しいなどといった場合には、早めにかかりつきの先生に相談されることをお勧めします。